まあでも言うてもハンドメジャー俺したことないしね。保険貼る。保険貼るんすか、そうやって。クロス君はだってね、ハンドメジャーの、ね、ホテルとかでやってるからね。何年やってないと思うんだから。どうなんだろうね、クロス君の方が長いんじゃん。いや、そうでもないじゃないですか。ホテルバーはハンドメジャーです。ないです。メジャーカップだよ。メジャーカッパーだよね、もう。喫水のメジャーカッパーなんで。まあ、自分は紆余曲折あり、ハンドメジャーですね、今は。あ、ハンドメジャーじゃねえや。メジャーカップ使ってます。メジャーカッパー。中途半端ですね。これが30ミリ、45ミリ、60ミリ入るメジャーカップなんで、こっちにハンドメジャーで30、45、60であろう量を入れて注ぐと、ぴったりだったらぴったりだし、溢れたら恥ずかしいことになるっていう。よろしいですか。こういうの早い方がいいですからね。うわぁ、むず。60からいきます。入れすぎたね。もうちょいだな。30、45、60ですよね。うん、じゃあ30ミリから。30ミリ。よろしくない。小沢さんに見られたらバカにされんだろうな。445だ。あ、少ねえ。60。全然足んねえや。ビビってんな。ビビってんな。溢れをビビってんな。ある意味さ、あれだよね、チキンレースだよね。確かに。30。45。60。どっちもできてねえじゃん。確かにね。でも足して割ったらちょうどいいね。あ、ちょうどいいバランスなんでしょうね。メジャーカップ大事。メジャーカップ大事。100ミリ。100ミリか。120とかだったらワインとかで注ぐけどね。100ミリか。
所に。ほう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 。ほう。どっちだ。まあまあこれとりあえずこれで。はい。いや多いかな。わあ、ジャストっしょ。うわ、マジか。マジか。お、すごくない？きたわ。30、40、50、60足りねえくせに。うちのカクテル全部100ミリ計算しようかな。そしたら材料全部100ミリじゃん。そう。1対1対1です。そうそう。ネグローに100ミリ、100ミリ。海外でも多いでしょ。3000円ぐらいとかでしょ。これはもうワインの感覚ですよ。いや、無視しよう。166。ね、なんか調子づくとダメだね。謙虚に行きよ。じゃあグラスで見るからね。グラスやろうぜ。どうだ。88。マジっすか。謙虚じゃないじゃん。数字は謙虚っすけどね。そうね、悪徳な店になっちゃう、ね、いやえ、ありなんそれ。ダメっすか。ちょい足しありなん。ちょい足しダメっすか。ちょい足しダメだろ。ああ。意外とこのグラスちっちゃいんだな、じゃあ。ですね、うん、本当にやっぱちょい足しですよ。おお。何のオーナーかわかんないけど。メジャーカップは使おう。うん、まあでも取って注いでみたいな、これの動作がなくなるから、まあ、スピーディーになるよね。見栄えもいいんじゃない？すごく。100ミリ100ミリ100ミリ、ネグロニー。あれだからね、俺ハンドメジャーだったらだいたい少ねえカクテルできる。でも価格は一緒でお出ししますんで。感想は少ない。足していいですか。いいよ。